お元気ですか、ボクシムです。今回は2023プロ野球チップス第1弾の開封動画第5回目でございます。まだね、白サインカードが2枚でね、まだね、ラッキーカードも引いてなかったんですよ。で、ね、第4回目見た方はわかると思うんですが、第4回目はですね、ちょっとね、何もかすりもしなかったね、だったのでね、今度こそね、ラッキーカード、白サインカードね、引いていきたいなと思っております。では、いきたいと思います。第5回目のね、一袋目でございます。最多奪三振の読売ジャイアンツ戸郷翔征投手でございます。オリックスバファローズの杉本裕太郎、外野手でございます。2袋目でございます。読売ジャイアンツ丸義弘、外野手でございます。横浜 DeNA ベイスターズ伊勢博夢投手でございます。続いて、3袋目でございます。阪神タイガース梅野龍太郎捕手でございます。中日ドラゴンズ高橋宏斗投手でございます。4袋目でございます。本塁打王、打点王の埼玉西武ライオンズ山川穂高内野手でございます。で、北海道日本ハムファイターズの上川端大吾内野手でございます。5袋目でございます。で、キラーカード出ましたね。これ OB ですね。オリックスバファローズ能見篤、投手のですね、レジェンドカードが、ね、出ました。で、広島東洋カープの琴ノ海人選手でございます。6袋目でございます。盗塁王の、近本浩二、外野手でございまして、白サインカード出ましたね。我が北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎内野手の白サインカードが出ました。これで3枚目でございます。7枚目でございます。最多最優秀中継ぎを取りました、埼玉西武ライオンズ平海馬投手でございます。ちょっと噛んでしまいました、失礼しました。広島東洋カープの西川龍馬外野手でございます。8袋目でございます。オリックスバファローズの山本由伸投手の MVP 最優秀防御率最多勝、勝率第1位奪三最多奪三振沢村賞のね、山本由伸投手でございます。東北楽天ゴールデンイーグルスの鈴木大地内野手でございます。9袋目でございます。
ね、オリックスバファローズの田島ってね、大輝投手でございます。で、読売ダイヤツの岡本和真内野手でございます。最後の10袋目でございます。阪神タイガースの岩崎スグル投手でございます。で、最後は中日ドラゴンズの大野雄大投手でございます。以上で2023プロ野球チップス第1弾開封動画第5回目でございます。ただいまの結果はですね、白山カード1枚、レジェンドのねキラーカードが1枚という結果でございました。やっとね、白菜カードをゲットしました。で、6回目、7回目ね、やっていきたいと思いますけどね、6月にもね、ちょっとね、やりたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。でですね、来週あたりですかね、このね、BBM2023 福岡ソフトバンクホークスのね、開封動画もね、やっていきたいと思いますのでね、とてもね、よろしくお願いいたします。で、ここで一つね、お知らせがございます。この度ですね、僕の趣味チャンネルは、メンバーシップを始めました。その目的はですね、大体ですね、ごめんなさい。というのはですね、今までですね、開封動画を上げてね、いろんなイギリスサインカードとか上げてたんですが、中にはですね、高額な、ボックスもあるんですよ。そこで、高額な、ボックスに関しては、メンバーシップでやっていこうかなと思っております。で、またですね、私も滅多にやりませんが、アイドルの方もね、ありますので、そしてね、一回はちょっとやってみたいなって気持ちもございます。このアイドルの方もね、メンバーシップで、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと途中でね、ちょっと考え込んでしまってね、ちょっとね、途中でね、ちょっと間が抜けたことをね、深くお詫び申し上げます。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。